どうぞ。みひろ先生、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。インスタグラムフォロワー様からのご質問です。はい、ミキア先生に質問です。はい、神様っているんですか？うん、先生はどう思いますか？はい、先生の意見を聞かせてくださいとのことです。はい、わかりました。神様はいますかっていう質問なんですけれど、神様が世の中にいるかどうかは、まあ、正直わからないですよね。というのは、神様がいるっていうことを証明した人っていないですし、神様がいないっていうことを証明した人もいないわけなんです。なので、神様はいますとかいませんってはっきりとは言えないんですけれど、まあ、個人的には神様いないと僕はね思っています。で、そもそも、まあ、よくみんな神様神様って言って神様にお願い事したりとかするんだけど、神様ってもともと人間が想像で作り出したものですよね。で、まあ、いろんな宗教が世の中にあって、まあ、世界三大宗教はキリスト教、イスラム教、仏教で、特にキリスト教、イスラム教、あとユダヤ教、まあ、これの共通の、あの聖書ってありますね。キリスト教でいう旧約聖書、もともとこの3つの宗教はその聖書に出てくる神様を信仰しているわけで、まあ、それぞれあのキリスト教はイエス・キリストが預言者で、イスラム教は、ムハンマドが預言者で、まあ、派生していってちょっと伝えること教えることが違ってくるんですけど、まあ、基本的に聖書に出てくる、神っていうのを信仰している人たちですね。まあ、それはね、一人の神様がいるので一神教って言いますね。で、一神教とは別に多神教っていうのがありますね。で、それはね、有名なのは日本神道ですね。日本に古来から伝わる神様のもので、まあその神社に行けばいろんな神様いますよね。まあ、山の神様とか、豊作の神様とか、あとは学問の神様とか、まあ、八百万の神って言って、まあ、それぞれの分野に神様がいて、たくさん神様がいる。まあ、これを多神教っていうわけで、まあ、多神教には他に、まあ、ヒンズー教とかもあるし、まあ、古代ギリシャとか古代ローマの神話に出てくるあの宗教もそうだし、まあ、あと古代エジプトの宗教、マヤ文明とか、仏教とかっていう宗教もあるわけです。となると、世の中の人ってほとんどの人が何らかの宗教を信仰しているので、世の中の人、大半の人は神を信じていることになるわけですね。神の存在を信じていることになるわけです。で、まあ、その中でも一番メジャーで、信仰している人が多い、旧約聖書の神様ですね。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教の神様、まあ、聖書に出てくる神様で、まあ、その神様って、人間の男の姿をしているわけですね。聖書に出てくるとそういう姿をしているわけで、まあ、聖書によると、その神様がこの世の中を作ったわけですね。1週間かけて、海を作って、山を作って、陸地を作って、動物を作ってってやってきてるわけ で、人間に関してはアダムとイブを創造して、でそのアダムとイブの子孫が今の我々の人間なわけなんですけれど、あと、まあ、天動説とかそういうものもあるわけなんですけれどね。で、今はね、科学がすごく発達してるんで、聖書に書かれてることって、まあ、ほとんどが嘘で作り話っていうことがにっていうことになってしまっているわけですね、残念なことに。で、なので、キリスト教とかね、そういう神を信仰する人たちにとっては、昔って科学者がもう目の敵であって、科学が発達すればそれだけ神の存在を否定されるし、聖書に書いてあることが嘘だっていうことが証明されちゃうんで、まあ、科学者を糾弾したり、まあ、宗教裁判にかけて、まあ、場合によっては死刑にしたりとか、まあ、そういうことがずっと行われてきてるわけなんですが、まあ、実際にその後ガリレオ・ガリレイとか、有名なダーウィンとか、がですね、まあ、地動説とか、進化論とかを唱えることによって、まあ、だんだん聖書に書いてあることは、まあ、嘘だったっていうことになっていっているわけですね。で、そもそも宗教って何であるかっていうと、科学が発達する前に人間たちが
まあ、漠然と感じている不安とかあったわけですね。まあ、例えば人間は何のために生きているのかとか、この世は何のためにあるのか、この世はどうやって存在したのかとか、生命はどうやって誕生したのかとか、あと人間は死んだらどうなるかとか、科学が発達してない時はもうそういうことが全て分からなくて、もう天気があって星があって雨が降って雷が落ちてとか、そういうことも、今では分かってるけれど、当時はほとんどその原理が分かってなかったので、その不安を解消するために宗教っていうものができて、まあ、誰かが作ったわけですよね、その物語を。で、聖書を読めば、自分たちが疑問に思っていることが、全て書いてあるし教えてくれるので、まあ、不安が解消されるし、まあ、何のために生きているのかとか、死んだらどうなるかとか、まあ、そういったね、強い不安も神を信仰して聖書を読むことによって、心が救われるので、まあ、それで宗教っていうのが存在してるっていうのが大きいわけですね。はい。ただもう現代の世の中ではもう宇宙の起源とか生命の起源とかもかなり解明されてきたわけで、まあもともと無の状態からビッグバンが起きて、で惑星ができて恒星ができて、で地球っていうものができて、まあ、たまたま地球が太陽の周りをちょうどいいバランスで回ってて、で雨も降るし水もあるし程よい、気温があって酸素もあって二酸化炭素もあって、で生命が誕生してと、まあ、生命も、まあ、最初は海の中にいて無機物が、雷のエネルギーなどとか地熱によってタンパク質ができて DNA ができて細胞ができて、その単細胞生物から多細胞生物ができて、まあ、魚ができて陸に上がって、で爬虫類ができて恐竜ができて哺乳類ができてっていう、まあ、だいぶその生命の誕生 の今まで分からなかったことがかなり解明されてきたわけですね。もちろん今でも分からないことはあるわけですけれど、でさらに今後は宇宙探索とか宇宙開発も進むし、物理学とか生物学とか医学の研究も進むことによって、さらに今まで分からなかったことが解明されていくわけですね。まあ、結局はさまざまな偶然の重なりによって地球が存在して生命が誕生してって、まあ、考えるのが今の科学者たちの一番有力な説なので、それを考えると、まあ今までみんなが信じてきた神様っていないっていうことに当然なるわけですよね。はい。で実際日本人はどうかっていうと、まあ、ご存知の通り日本人ってほとんどの人が真面目に宗教を信仰していないわけですね。外国に行くと必ず何らかの宗教を信仰してて、インドに行けばほとんど大部分の人がヒンズー教を真面目に信仰してるし、中東の方に行くと、イスラム教を信仰してるし、まあ、あとヨーロッパとかアメリカに行くとキリスト教を、経験に信仰してる人が多いんですけど、まあ、日本人って、まあ、初詣には神社に行くし、お盆にはお寺に行ってお墓参りするし、お葬式になったらお坊さん呼んでお経をあげてもらって、でクリスマスあたかもキリスト教徒のようになってそのイベントを楽しむわけですね。まあ、ちょっとクリスマスハロウィンに関しては、まあ、商業化して宗教を信仰するというよりかは、まあ、イベントを楽しんで経済効果を出すというのが大きいわけですね。もともとクリスマスはキリストの誕生を祝ったりし、ハロウィンは、ハロウィンは収穫を祝うんでしたっけ、はい、という意味があって、キリスト教徒は真面目に、それを祝ってるわけですけど、日本人はちょっとずれてるわけで、で、まあ、こういうのをですね、否定する人たちっていますよね。日本人って何の宗教を信じてるのか分かんないし、神を信仰してるのかもはっきり分かんないし、仏様を信仰してるのかも分からないしって、ちょっと否定する人もいるんですけれど、これってね、本当はね、素晴らしいことなんですよ。日本人がね、真面目に宗教をね、経験に信仰しなくて、いろんなものを取り入れてるわけで、
なんで日本人ってそういう考え方になってるかっていうと、やっぱり日本古来の日本神道っていうものがこの日本にはあるからで、今でもね、街歩けば至る所に神社があって鳥居があるわけですよね。でそれぞれの神社にはそれぞれの神様がいて、まあ恋愛を成就させたいときは恋愛の神様に祈って、受験があるときは学問の神様に祈ってっていう感じで、まあその時その時でいろんな神社に行って、あのお参りしてお賽銭入れて絵馬を書いたりするわけなんですよね。でね、これはね本当に素晴らしいことで、まあ、そういったね多神教でいろんな神を信じるっていうのを、まあ、アミニズムっていうんですけれど、まあ、結局日本人ってみんなアミニズムなんですよね。でアミニズムの何がいいかっていうと、まあ他の宗教とか文化をスムーズに受け入れてあげるっていうことができるんですね。であんまり敵対したりとかしないわけで、まあ現にその飛鳥時代とか聖徳太子の時代に、まあ、中国から仏教が伝わってきたら、まあ、その仏教もスムーズに受け入れて日本神道と融合していったりとかしたし、まああとは戦国時代にキリスト教が伝わった時、あれは最初織田信長とかがキリスト教を受け入れて、でそれと同時に西洋の文化が入ってっていうことになったんですけど、まあその後豊臣秀吉とか徳川家康はキリスト教を禁止して、まあ、バテレン追放令とか、したわけなんですけれど、まあ、それはそれで理由があって、当時キリスト教って、まあ、ヨーロッパから伝わってきたわけなんですけれど、まあ世界を侵略するためにキリスト教を利用したっていうのが大きいんですよね。そのローマ法王の、言葉でも、他国、まあ、当時大航海時代だったので、まあ、南アメリカとかね、アメリカ大陸の方に行ってキリスト教を布教しようとして現地の人たちに布教したんですけど、まあ、当時には現地には現地の宗教があるので、現地の人たちがキリスト教を受け入れなかったらもうみんな虐殺して殺してしまって、でその土地を植民地にしてしまったりとか、現地の人を奴隷にしたりとかしてたわけで、例えばフィリピンなんかもあれですね、スペインに同じことをされてるわけで侵略されてしまったので、まあ、豊臣秀吉というのはそれをねいち早く見抜いて、まあ、キリスト教が日本に入ってくることによって、間接支配を受けていずれ外国人に日本の土地がね植民地にされてしまうんじゃないかっていうのを危惧して、キリスト教を追放したっていう歴史があるわけですね。まあ、当時日本はそこそこ軍事力が強かったんで、ヨーロッパの軍隊が来てもね追い払う力はあったと思うんですけど、ある程度、まあ、それで侵略されなかったっていうのもあるわけです。はい、で話を戻しましょう。うん、ということでね、アミニズムってね素晴らしいわけで、で一番危険度が高いのは一神教ですよね。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、まあ今までのね歴史とか見て もう十字軍の遠征とかでも、まあ、キリスト教とイスラム教とはね常に殺し合いをしてきたわけだし、お互いが自分のね教えを守るわけで、相手を異教徒として見るので、まあ、異教徒は殺してもいいっていうような空気になってしまうわけですね。実際ローマ法王もそういうふうに指令を出してたわけですし、あとはまあキリスト教同士が対立して殺し合うということもよくありますね。プロテスタントとカトリックが対立したりとか、あるいは今の世の中見ても、まあ、ユダヤ教徒とイスラム教徒は常に対立してて、中東戦争も起きて、今でもイスラエルの周辺ではアラブ人とユダヤ人が殺し合ってると、ミサイル撃ち込んだりとかしてるわけだし、あとはまあイスラム教でもシーア派とスンニー派が対立して殺し合ったりとか、あとインドの方に行くと、まあ、ヒンズー教とイスラム教とが対立してて、まあ、ずっと、戦争をしてたわけですね。あそこの地方では殺し合いがされてたわけで、結局一神教を信仰している人たちって自分の神が全てなので、他の、宗教を信じている人は異教徒として認めなくて、
弾圧したりとか殺したりとかっていうのが普通に起きてしまうわけなので、むしろ一神教を信仰している人たちや国よりも、まあ、日本みたいなアミニズムのちょっと宗教が曖昧な人たちの方が安全だし、まあ、心が広くなるっていうのはあるわけですね。はい。で、まあ、そもそも宗教って最初は教祖様とか預言者がいて、そこからスタートしているわけなんですが、時代の変化とともに結局宗教ってその時代時代の権力者とか支配者が自分の権力を維持したりとか、まあ、民衆を支配するために利用して作り変えていって、でまたそれぞれの宗教の利権を持っている人たちがそれを守るためにどんどん派生していったりとか、バラバラになっていくっていう歴史があるので、まあ宗教って真面目に信仰している人たくさんいるけれど、まあ日本人みたいにちょっと適当に信仰するぐらいの方が本当はねいいんじゃないかなって僕はね個人的には思いますね。そもそもその聖書に出てくる神様ってひどいじゃないですか。その聖書ね僕読んだことあるんですけれど、例えばモーゼの十戒の話の時とかでも、あれはモーゼの時はエジプトの民を皆殺しにしたんですよね。確か神様ってね、エジプトの子供たちをね、生まれてきた子供たちを皆殺しにしたりとか、あとバッタとかイナゴを大量発生させて飢饉を起こさせて餓死させたりとか、まあモーセを救うために異教徒であるエジプトの市民たちをもう大勢殺してるわけですよね、神様っていうのは自分のパワーを使って。あとノアの箱舟の話とかでも、もともとそのこの世の中とか人間って神様が作ったのに、自分が作った人間たちが横暴になって、あこれは失敗作だ、一回皆殺しにしようということでノアたちだけを箱舟に残して、あと全員洪水で皆殺しにしてるわけですよね。これはねちょっとね神様ひどいなってね思うわけで、そんな神様を信仰しているユダヤ人の人たちもちょっと怖いなっていうのはありますよね。ユダヤ教徒以外は異教徒であって、まあ、戦争を起こして殺したりとかよくしてるわけなので、まあ正直一神教怖いなっていうのは個人的にはありますけれど、まあその今の宗教はまあだいぶ昔の宗教では変わってきてるっていうのもありますけどね。ということで、まあ、結論を言うと、まあ、科学的に考えて神様っていうのは、まあ、存在していないっていうふうに思われます。僕はそう感じます。ただ神様を本気で信じてる人っていうのは世界中の大半 なわけであって、神様を信じてる人たちにとっては自分の心の中に神様っていうのは存在してて、その神様や宗教を信仰することによって心が救われていい方に向かっている人もいるので、まあ、神様とかね宗教を信仰することを全否定はしないです。はい、まあそんなところですね。はい、以上です。はい、先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。